壁さを目指すイラストレーターのアミヤサツキです。今回の動画はこちら、ケイト欲コレクションザアイカラーズセレクト銅をグリザイア画法で描いてみたです。この動画ではイブさんの新曲欲の MV に登場する女の子のイラストメイキング、欲の歌詞キャラの解釈、そしてその考察からどのような思考でこのイラストを描いたのかを解説していきます。終わりの方で皆さんにわっと驚いてもらえるような説明もしますので、最後まで見ていってくださいね。ということで解説に入っていこうと思うのですが、その前に皆さん欲の MV 見ましたか？この欲は化粧品ブランドケイトとコラボした作品で、米山舞先生のイラストがパッケージになっている商品も販売されています。 MV ではこの混沌とした今の情勢のせいで欲を抑制された登場人物たちがメイクをすることによって、灰色の世界を彩りのある欲を解放した世界に変えていく姿が描かれています。見ていない方はぜひ概要欄にリンクを載せてありますので、この動画は一旦止めて見て、国宝じゃんとなってからこの動画に戻ってきてください。いいですか？ここから国宝を見た前提でお話ししていきますよ。はい、では本編を始めていこうと思います。全体の流れとしてはこのような流れで話を進めていきます。1、この絵を描こうと思った理由。2、歌詞解釈テーマ決め。3、イラストへのテーマの落とし込み。4、このイラストで私が一番伝えたいことです。ではまず、なんでこの絵を描こうと思ったのかですが、単純です。あまりにもこの作品に感動したからです。ということで早速最高の作品欲の考察を始めていきます。まずこの曲の歌詞について、作者のイブさんはインタビューでこのように答えていらっしゃいます。正解がないような世界で自分だけのスタイルを確立していってほしい。他人の意見に惑わされすぎず、時にはありのまま自分の欲に従うことが自分と向き合い自分を好きになれるきっかけになると思い、このような歌詞を書きました。このような思いが歌詞の You are mine 相思相愛や曖昧なスタイルでいよう、 I make 正解のない未来へ行け、夢の先へなどに現れているわけですね。そこで私が気になったのは自分と向き合いという部分です。今回はこの部分を掘り下げてイラストのテーマにしていこうと思います。皆さんはこの自分と向き合いの自分って何だと思いますか？私は歌詞や雑誌のインタビューなどを読んで、今の理想を叶えている未来の自分と解釈しました。そこからこの歌詞は卑屈でどうにもならない今の自分と、きっと慣れているであろう理想の未来の自分との対話をしている歌詞なのではと思いました。そしてこの歌詞には未来の自分からのメッセージ、わがままなまま未来の自分さえも想像のつかない夢の先へ行ってほしいという願い、欲が込められているのかなと。ということで今回描くイラストのテーマは、理想の未来の自分と向き合い、未来の自分を超えていけにしました。テーマが決まったところで、次にこのテーマをイラストにどのように落とし込んでいくかを考えます。最初に誰を描くかです。これはすぐに決まりました。このテーマに一番合っていて、はっきりとした強い欲を持っていて、 MV の主人公であるアイカラーのドーちゃんにしようと。次にこのドーちゃんのどのようなイラストを描いていくのかを考えます。
まず、父ちゃんのキャラ設定を掘り下げていきます。残念ながら詳しい公式の設定が公開されていないので、ここからは完全に私の妄想です。この父ちゃん、どんな人物なのかというと、きっとバンド活動をしている大学生、バンドではボーカルをしています。以下の点から推測しました。1、黒のジャケット、網タイツ、ウルフカット、手に何も持っていないというビジュアルの点。2、 MV ではこの自粛期間に欲を抑制された人たちが登場人物になっている点です。そして他にも、どうちゃんがバンドボーカルだと推測した理由があります。それは、このどうちゃん、おそらくイブさんを元にキャラデザされているのではと感じたからです。雑誌のインタビューによると、実はイブさん2020年にライブを予定していて、これからどんどんライブをしていこうとしていたのにできなくなってしまったそうです。そんな悔しい思いを抱えながら長い時間を経て、ようやくの思いでこの2022年4月5月にライブツアー開陣を行います。その直前に出した新曲欲の主人公をどんなキャラクターに据えるか、それを制作側の目線で考えれば、つまりそういうことなのではと脳内会議で全案や一致で可決されました。どうちゃんのテーマカラーはオレンジですが、黒髪にオレンジの補色、緑みの青、これはイブさんの髪色に使われている色でもありますね、が入っていたり、髪型が近いのも気になりポイントです。どうちゃんのキャラ設定をまとめるとこうです。どうちゃんはバンドボーカルで、今の自分、未来の自分イコールどうちゃん、イブさんという関係性を持っており、どうちゃんにとってイブさんは理想の姿、未来のなりたい自分像であるです。このキャラ設定からこのようなイラストにしようと決めました。ずっとできなかったけど、ようやくできるようになったワンマンライブ、ライブ開演までの時間、楽屋の鏡の前で、どうちゃんにとっての未来の自分であるイブさんからのメッセージ、理想の未来の自分と向き合い、未来の自分を超えていけを胸に、どうちゃんがメイクをしているシーンです。さーて、描きたいものが決まったところで、それをどのように表現するかの技法や細かなこだわりについて話していきたいと思います。まずは今回採用した画法、グリザイユ画法について。グリザイユ画法とは、フィギュアの着彩前のような無彩色のイラストを描いてから後で色を置いていく画法のことを言います。せっかく描いている過程を見せられるのだからということで、グレーの世界から色鮮やかな世界へ変わっていく過程を楽しめるグリザイユ画法を初めて使ってみることにしました。この描き方、一時期すごい流行っていて、やってみたいなと思っていたのですが、いつもと違う描き方をするのは腰が重たくて、なかなかできずにいました。今回も失敗の少ないいつもの描き方にしようかなと思っていました。ですが、作成過程も含めた作品に仕上げたいなという気持ちが勝り、チャレンジしてみようと、今の自分を超えてみようとやってみました。グリザイユ画法をするために参考にさせていただいた動画のリンクを概要欄に載せておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。簡単にやり方を説明すると、グレーだけで描いた通常レイヤーの上に、レイヤーモードオーバーレイにしたレイヤーに色を置いていくだけですね。簡単でしょと言いたい気持ちなのですが、実際にやってみると私にとってはとても難しい画法でした。なぜかというと、途中まで色を置けず完成のイメージがつかみづらいから。
多分私は立体を考えるとき、影より光で捉えていて、下地の段階で光を描き込めないこの画法は感覚的に向いていないからの2点が理由ですね。なのでしばらくはいつも通りの塗り方で練習を重ねていこうかなと思います。あとは細かなこだわりについてお話しして、最後にこのイラストで私が一番言いたいことを述べて終わりにしようと思います。細かなこだわりはいくつもあって言い尽くせないのですが、あえて一つに絞るなら瞳です。さらに細かく言うのであれば、瞳に映った人影です。これを説明するために米山舞先生のあるイラストを紹介する必要があります。それがこちら、雑誌イラストレーション2022年3月号の表紙に使われているイラストです。このイラストの女の子もモノクロベース一部カラーのエフェクトが書かれているので、欲に関係する女の子だと思います。違う気がしますが、この子もドーちゃんということにします。で、このドーちゃんの瞳に近寄ってよーく見てほしいのですが、お分かりいただけたでしょうか。真ん中の方に人影のようなものが描かれているんですよ。つまりですよ、先ほどの今の自分、未来の自分理論を当てはめると、この影って未来の自分であったり理想像であったりの映り込みということになりませんか。ということで、この要素を今描いているイラストにも描き込んでいきます。あ、ただ単にその要素が素敵だと思ったから描き込んでいるわけではないですよ。理由は3つあります。1つ目は未来の自分イブさんと向き合っている精神的な瞬間のドーちゃんを描いているから。2つ目はドーちゃんは鏡の前に向かっていて物理的に自分自身が映るから。そして最後の理由が、今回のイラストで私が一番言いたいことと重なります。3つ目の理由、それはこのイラストのドーちゃんと鏡合わせになっている人を描きたかったから。そう、このイラストを見てくれているあなたのことですよ。完成までご覧いただきありがとうございます。いかがでしたでしょうか。本編であれやこれや話しきれなかったのが心残りですが、それはまた配信や何かの機会にお話しできればと思います。あ、これ案件ではありません。完全に私の趣味で作ってます。ちゃっかり販売した瞬間、爆速で欲しいなと思っていたドーちゃんのアイカラーとグリッター白をポチりましたけどね。今回初めて可視解釈イラストを描いてみて結構楽しいなと思ったので、今後も刺さるものがあればやってみたいと思います。よければ皆さんのおすすめの神曲をコメントで教えてください。またこのイラストへのあなたの考察や感想、欲の作品考察などもコメントに書き込んでくださると嬉しいです。このチャンネルでは今回のように壁沢目指すイラストレーター網谷さつきのイラストメイキング動画や自分のイラストを使ったコンテンツ動画、そしてクリエイターに役立つ情報を発信していきます。少しでも気になった方はぜひチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。また完成したイラストや最新の情報は Twitter で投稿していきます。そちらもフォローしていただけると嬉しいです。今回もご覧いただき本当にありがとうございます。また次回も遊びに来てくださいね。以上、網谷さつきでした。